ジャック・ダレーは、初期フランドル派の画家。現在のベルギー、トゥルネー出身で、生涯のほとんどを、トゥルネーで過ごした。ダレーは15年間、ロベルト・カンピンの工房でロヒール・ファンデル・ウェイデンと思われる弟子らと共に修行しており、その後芸術家ギルドから、マスターの資格を得た。ブルゴーニュ対抗家の宮廷で評判の画家となり、アラスの聖バースと修道院長クレルクから20年に、 渡り、講演を受けた。アラスの祭壇が、東方山博士の礼拝絵画館クレルクの財産目録には、ダ誰が制作した多くの作品の記録があるが、現存しているダ誰の絵画は、ほとんどない。クレルクの依頼で1433年から1435年に、描かれた、ベルリンの絵画館所像の、アラスの祭壇画に描かれている。 聖母のエリザベト訪問、東方三博士の礼拝と、聖バースト修道院の祭壇画から散逸した、マドリードのティッセンボルネミッサ美術館所像の、キリスト聖誕、パリシリツ・プティ、パレ美術館所像の、神殿封建の4枚のみである。誰への記録はよく整理されて残っており、描いた作品や誰の弟子であったかなどは、確実に判明している。そのためか、研究者や、 美術視やがダレ齢を議論とするときには、ダレ齢の作品単体の評価などではなく、当時の芸術に対する歴史的議論になる傾向がある。ダレ齢の作風は、フレマールの画家と呼ばれている。未だに特定されていない画家の北方写実主義の作風に酷似している。このことから、多くの学者は、フレマールの画家は、レ齢の死のロベルト・カンピンではないかと推測している。 ダレーの死が、カンピンであると判明しているため、ダレーと、フレマールの画家との作風の類似性は、フレマールの画家が、カンピンであることの重要な証拠となっているのである。そしてダレーと、ンピンの作風の類似性と同様に、カンピンと作風がよく似ている、ロヒール・ファンデル・ウェイデンが、ダレーと、同じくカンピンの弟子だった、ロジェド・ラパス・トゥールという名前で記録に残っている。 画家であるとする主張の論拠にもなっている。ありがとうございます。